こんにちは、野球ノートです。今回は三振が少ないバッターランキングを発表します。三振しないイコール当てるのがうまいイコール打率が高いというイメージがあるかと思いますが、実際はどうなんでしょうか。そこで今回は2015年から2019年までの5シーズンで打席あたりの三振数が少なかったバッターをシーズンごとそれぞれ上位3人発表していきます。また今回は規定打席に到達したバッターを対象とし、計算式は打席数割る三振数とします。それでは早速2015年の3位から見ていきましょう。第3位、内川聖一選手、 10.6 打席に1回の三振。球界を代表するヒットマンの内川選手ですが、打率は2割8分4厘でリーグ10位でした。この年は3番柳田選手が打率3割6分3厘、出塁率4割6分9厘という化け物のような成績を残した年で、内川選手はそんな中で豪快なホームランというよりもつなぐ4番として活躍しました。ただ柳田選手の出塁率に内川選手の三振の少なさが相まって、ゲッツーの数も24とリーグワーストを記録してしまっています。続いて第2位、中村晃選手、 12.6 打席に1回の三振。2位にもソフトバンクの選手がランクインです。打率も3割でリーグ5位の好成績を残しています。この年中村選手は主に7番を打つことが多かったのですが、ホームランが多かった5番井出穂選手、6番松田選手の後に三振が少ない中村選手は相手からしても嫌な存在だったでしょうね。続いて第1位、藤田和也選手、 15.0 打席に1回の三振。打率は2割7分でリーグ14位ですが、三振数は抜群に少ないです。2番を打つことが多かった藤田選手ですが、2番バッターの三振が少ないというのは打線のつながりを考えてもチームにとってありがたいことですね。ただ三振数こそ少ないものの、フォアボール数が28でリーグでワースト5位なのは少し残念な数字ではあります。続いて2016年、第3位、内川聖一選手、 11.4 打席に1回の三振。またまた内川選手が3位にランクインです。この年の打率は3割飛んで4厘でリーグ6位の好成績を残しています。ただまた柳田選手が出塁率4割4分6厘という化け物のような成績を残していることもあって、併殺打が24で2年連続リーグワーストを記録してしまっています。それでもこの年は打点が106でリーグ2位と勝負強さも見せた年でした。第2位、中村晃選手、 11.5 打席に1回の三振。デジャブですかという感じで2年連続で2位3位は同じ並びです。中村選手の打率は2割8分7厘でリーグ9位、出塁率は4割1分6厘でリーグ3位という好成績を残しました。こんな選手が7番を打っているんですから、ソフトバンクの層の厚さが伺えますね。第1位、川端慎吾選手、 14.8 打席に1回の三振。ここでやっとセリーグの選手がランクインします。川端選手はこの年打率3割飛んで2厘でリーグ8位でした。2015年の首位打者を獲得した時が最も三振が少ないのかと思いましたが、そんなことはなく、首位打者を獲得した2015年は 8.8 打席に1回の三振と2016年と比べるとかなり多かったんです。個人的にインコースの球を腕を畳んでレフトに運ぶ川端選手の打撃がかなり好きでした。2020年シーズン、ここからの活躍に期待しましょう。続いて2017年、第3位、角中克也選手、 10.3 打席に1回の三振。この年の角中選手の打率は2割6分9厘でリーグ14位とあまり芳しくないですが、出塁率は3割7分5厘でこれはリーグ4位の好成績です。打席あたりのフォアボール率がリーグ3位というのがこの出塁率につながっています。また首位打者を獲得した2012年は 7.7 打席あたりに1回の三振、2回目の首位打者を獲得した2016年は 9.5 打席に1回の三振で、首位打者を獲得したシーズンよりも2017年シーズンの方が三振は少ないという結果が出ています。続いて第2位、中村晃選手、 10.5 打席に1回の三振。中村選手またですよ。3年連続で2位に中村選手がランクインです。いや、すごすぎます。この年は打率2割7分でリーグ12位という成績ですが、チームでは主に6番を務め日本一に貢献しました。クライマックスシリーズでの勝ち越しツーランホームランは記憶に残っている方も多いのではないでしょうか。続いて第1位、宮崎敏郎選手、 11.1 打席に1回の三振。ここで初めてリーグ首位打者の選手がランクインします。この年宮崎選手が三振しないバッターだというのを強烈に印象付けたシーンといえば、交流戦での千賀選手との対戦ではないでしょうか。カウント 2-3、 千賀選手のストライクからボールになる完璧なフォークを見逃しフォアボールを勝ち取る。あれ振らなかったらどんな球でも三振しないんじゃないのと思ったのを今でも覚えています。あれはパワプロでも三振する自信があります。
一球も振らなかったにもかかわらず、あそこまで盛り上がる対戦というのはなかなかないのではないでしょうか。続いて2018年第3位、銀次選手。 11.7 打席に1回の三振。この年の銀次選手は打率2割7分6厘でリーグ14位でした。では打率3割2分7厘で首位打者争いをした2014年の打席あたりの三振数はどうだったのか。2014年は 11.3 打席あたり1回の三振で、2018年シーズンとそこまで差はありませんでした。そもそも銀次選手は通算でも 10.8 打席に1回しか三振しない選手で、バットコントロールは9回でも随一です。2018年は打率こそ低かったものの、その翌年の2019年は打率3割に乗せています。今後の首位打者獲得にも期待したいところですね。続いて第2位、青木宣親選手。 11.8 打席に1回の三振。青木選手が日本球界に復帰したシーズンで2位にランクインします。打率も3割2分7厘でリーグ4位、出塁率も4割超えと日本復帰でいきなり好成績を残してくれました。ここで一つ、メジャーではどれくらい三振したのという疑問が生まれました。そこで日本での通算三振率とメジャーでの通算三振率を比較してみました。日本では 9.0 打席あたり1回の三振、メジャーでは 11.8 打席あたり1回の三振。なんとなくメジャーの方が三振が多いだろうなと思っていましたが、逆の結果となりました。打率は日本通算が3割2分5厘、メジャーが2割8分5厘と日本での打率の方が高いことから考えても、メジャーでは動く球で打ち取られてしまう分三振が少なくなるのではないかと思います。続いて第1位、宮崎敏郎選手。 13.1 打席あたりに1回の三振、見事2連覇達成です。打率も3割1分8厘という好成績を残しています。その中で三振が少ないバッターは基本的にホームランが少なくなる傾向にありますが、宮崎選手はこの年28本のホームランを打っていて、長打率もトップ10に入ります。なかなか三振もしない上にホームランもあるというのはバッテリーからしたら脅威ですね。最後に2019年、第3位、福田周平選手。10.2 打席あたりに1回の三振。三振は少なかったものの、この年の福田選手の打率は2割5分でリーグ26位という結果でした。ただフォアボールは62個で、これはリーグ13位の成績です。吉田正尚選手という球界屈指のバッターが中軸にいるだけに、その前にランナーを貯めることがオリックスにとってはかなり大切になってきます。オリックス浮上のためにも福田選手の今後に期待したいですね。続いて第2位、内川聖一選手。 10.9 打席に1回の三振。内川選手が2016年以来のランクインです。ただ打率は2割5分6厘でリーグ21位という結果に終わっています。また2020年は未だに一軍出場がありません。栗原選手を起用し続けるとなると、なかなか内川選手の出番は回ってこないかもしれませんね。いっそ横浜に復帰してくれないかなと密かに願っています。そうしたらより一層盛り上がりそうですよね。いずれにせよ、もう一度内川選手の活躍は見たいと個人的に強く思います。続いて第1位、宮崎敏郎選手。 13.5 打席に1回の三振。はい、3連覇達成です。それにしても三振しないですね。3年連続の打率3割とはいきませんでしたが、ホームランは15本打っています。これでゲッツーが少なくなって、フォアボールが多くなれば手のつけようのないバッターですね。これは欲しがりすぎですかね。宮崎選手の凄さはレジェンドイチロー選手と比較してみると分かります。宮崎選手は2017年から2019年の3シーズンで 12.488 打席で1回の三振。イチロー選手は日本時代規定打席に到達した7シーズン通算で 12.482 打席あたりに1回の三振と、僅差で宮崎選手が三振率では上回っています。ここからイチロー選手の記録を超えるのかも楽しみですね。また2020年シーズン、ここまでの三振率も見てみましょう。吉田選手と宮崎選手がデッドヒートを繰り広げていますね。最終的にどちらの三振率が少なくなるのかも見ものですね。また今回ランクインした吉田選手、宮崎選手、大島洋平選手の3選手はいずれも打率が3割を超えています。2020年の結果を見ると、確かに三振が少ないと打率が高いというのは言えそうですが、必ずしもそうとは限りません。首位打者を2回獲得している柳田選手の三振率も見てみましょう。1回目の首位打者を獲得した2015年は 6.0 打席に1回の三振。2回目の首位打者を獲得した2018年は 5.2 打席に1回の三振と、吉田選手や宮崎選手と比べるとかなり三振数は多いです。結局打撃成績を上げるには、自分の打撃スタイルを理解し、それを貫くことが大切なんだと思います。最後に今回紹介したランキングをまとめたものがこちらです。
2020年も含めると11選手がランクインしています。この11選手をはじめ今後三振にも目を向けてプロ野球を見ていきましょう。今後もデータを活用してよりプロ野球を楽しめるような動画を投稿していくので、ぜひ高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。